こんにちは。カナダ在住の山達です。日本版 CDC の先に待つものということで話をしていきたいと思います。はい、えー。今回珍しく日本に関する話題取り上げていきたいと思います。っていうのも日本版 CDC 発足だっていう話題ね、数週間前からありましたが、えー、正式に発表されたということで今回取り上げていきたいと思います。はい。で、その前にちょっとね、あの、完全に脱線話をしたいと思います。2分間ぐらい、興味ない人は飛ばしていただけたらというふうに思うんですが、あのー、今回これ日本に関する話題なんですよね。 なので、日本語記事検索をすることになったんで、その時に思ったことなんですが、ちなみに、えっ、ー、と、外国メディアでこの日本版 CDC のこと報じてるかって言ったら、どこもまだ報じてなかったです。はい。で、話を戻しまして、えー、この日本語記事検索して思ったのが、日本のウェブ記事って内容短すぎるし、薄すぎません。もうちょっとこれはこれでメディアさん大丈夫っていう不安に思ったんですけれども、あの、っていうのもなんかもう、ツイッターじゃんみたいな内容の記事ばっかりなんですよね。 で、よく普段ってアメリカとかカナダの話題を中心に取り扱っているので、必然的にその英語記事を使うわけなんですよね。で、あの、やろうと思えば動画一本作るのに、なんか記事一つで全然やろうと思えば作ることできるんですね。まあ、ただそうすると内容に偏りが出てくる危険性もありますし、あとはその、 他にね、あの、情報ないかなっていう、肉付けできるものないかなっていうことで、他の記事も何個か探すようにしてるんですね。で、特に、英語記事のすごくいいところが、例えば裁判の話題だったら、その裁判訴状のリンクが貼られてたりとか、判決文のリンクが貼られたりとかするんですね。で、あとは、え、なんか政府機関の発表とかだったら、例えば FBI の内部文書が出てきたってなったら、それのリンクが貼り付けたりとかしていて、その、情報をさらに深掘りしていくっていうのにすごく使いやすいわけなんですよ。で、 一方で、日本の記事どうかって言ったら、あの、まあ、リンクなんかほぼないですし、えっ、ー、とで短すぎるから、まあ、これちょっとこれじゃダメだから、もう他のやつも探そうっていうことは、他のを探さないと動画にならないんですね。で、探していくけれども、結局似たようなことしか言ってないから、何にも前に進まないわけなんですよ。っていうことで、あの、ちょっとこの内容の薄さ大丈夫かなっていうふうに思ったんですね。で、さらに言うと、なんか多くのやつがその、会員限定レスが多いんですよ。 で、まあ、じゃあ、仕方ないから会員登録しました。で、読んでいくと、結局その会員登録の先って2、3行ぐらいしか続かないみたいなものもあるんですよね。もちろん長いやつもありますけれども。んかそういうふうに、その、 ウェブのコンテンツの豊富さとか利便性とかを重視しているところもあるようなんですけれどももっとそうじゃなくて根本的に記事の質向上させないとまずいんじゃないのかなって思いましたっていう単なる僕の苦情でございますはいえー、ということでねあの新聞発行部数減少になんか困ってる方々が多いようなんですけれどもその対策を本気でしているのかちょっと疑問というかまああの方向性間違ってるだけなのかもしれませんがはいまあとりあえず今の日本メディアがちょっと心配になるなって思った次第でございましたはい っていう脱線話は以上にしまして本題に行きたいと思います。えー、岸田首相が正式に日本版 CDC の新設を含む感染予防対策を推進するための枠組みを発表いたしました。はい。まあ、あの、今のね、コロナ禍だけではなくて、これから先に何かあるかもしれないっていうね、なんかそういうような先見の命がある方々が多いんですけれども、えー、まあ、それに向けてのものだということだそうなんですけれども、 すごいこれってちぐはぐな話なんですよね。え、例えばつい最近ね、あの、大野田議員がまたあの、岸田さんにね、いつになったら五類にすんだっていうふうに聞いたら、今はそのタイミングではないみたいな感じでね、また検討士岸田が発動していたわけなんですけれども、えっと、本当にいつになったら変えるんだっていう話なわけなんですよね。もう本当にこれによって今子もたちが、本当に今のね、重要、大事な大事な、この今しかないような時間を奪われ続けているわけなんですよね。 まなので、本当にいつかっていうかもう今すぐにでも、僕は直さないといけないと思うんですけれども、全然前に進まないわけなんですよね。はい。で、そういうふうに日本に対しては全然父として前に進まないかと思いきや、一方で外国人観光客の受け入れても再開してるんですよね。まあ、もちろんそのやり方に関しても、そのフィナンシャルタイムズがもうボロカスに叩いてましたが、あのね、その、 外、なんだ、えっと、集団グループ観光客しかダメだとかえ、ね、個人の観光客はまだダメですとかね、マスクの徹底もさせますみたいな感じで、あの、他の国とは明らかに違うようなことをやり続けてるわけなんですよね。もちろん世界が正しくて日本が間違ってるっていうとは僕言いませんけれども、ただ、逆のことはたまにあるじゃないですか。世界があって日本間違ってるパターンだって、往々にしてあるわけなんですよね。うん、そのあたりのことをちょっと検討した方がいいんじゃないかなって、検討士さんに言いたいと思うんですけれども、はい。まあでもそうとはいえ、 外国人観光客の受け入れって再開しているわけなんですよね。でも一方で日本国内で日本国民に対しては未だにエボラを超えるすごい対応をさせ続けているわけじゃないですか。 で、それって明らかにチグハグなわけなんですよね。じゃあなんでこんな状態なのかって言ったらもうこれ他の国と同じですよね。結局政府権力っていうのを、まあ、握り続けたいだけなんじゃないのっていうふうにしか見えないわけなんですよね。まあ、なんでこういうチグハグなことをしつつ、まあ、こういうその新たな部署の新設ですよね。結局また税金流れるんかいっていう話なんですけれども、はい、そういうようなところになるのかなっていうふうに思っちゃいますよね。はい。 まあもちろん今回ね、あのこんだけ世界が大騒ぎしていましたので、まあなんかやらないといけないっていうふうに思う人も多いのはわからんでもないんですけれども、ただなんか他にやることあるんじゃないのかなって思っちゃうところがありますね。はい。 で、えっ、ー、と、今回ですね、この日本版 CDC ができますよっていうことで、まあ最初よく言われてたのが、まあアメリカが乗り込んできて、で、まあね、あの完全に乗っ取られちゃってっていう、そういうの話が出てたんですけれども、まあその話ではなくて、まあさらにその先ですよね。最終的にどんなことが未来として待ち受けてるのかなっていうような話をしていきたいと思います。 で、まずは、えー、新たに発表されたその枠組みの説明だけ簡単にしておきたいと思います。これまだ、あれですよね、最終決定していなくて、明日か明後日ぐらいに、えー、また詳しいことが発表されるということで、ね、多分内容変わるかもしれませんが、とりあえず現時点で分かっている限りのことを紹介しますと、まず、感染症危機管理庁と日本版 CDC を発足させますよと。 で、えっと、まずこっちから行きたいと思いますが、感染症危機管理庁のトップにはこの管理官をつけますと。さあ、誰がなるのかなってちょっと気になりますよね。はい。で、この感染症危機管理庁は、内閣官房の指揮官に入るよということで、まあ、簡単に言うともう首相が人頭指揮取るよっていう話なんですよね。はい。で、今までバラバラになっていた厚生労働省だ、経済産業省だ、外務省だのそれぞれの部門を全部統合して、一括で対応できるようにしますよということで、 今まで以上にその指揮系統っていうのを明確に簡略化することによってより迅速に動けるようにしようっていうのがまあ一つ狙いなわけなんですね。で、一方のこの日本版 CDC はどうなるかって言ったら、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合して作りますよということなんですね。 現状日本ではその感染症研究と、あとはその感染症に対する対策が別々で行われているんだけれども、それを一つに統合しますよっていうことで、なんかまあ分からんでもない話かなっていうふうに思うようなことですね。はい。で、えー、さらに、えー、この日本版 CDC 国政 感染症危機管理庁だけではなくて、もう一つ感染症対策部っていうのも新設するということなんですね。はい。で、この日本版 CDC って独立するわけではなくて、この感染症対策部が管轄するということが発表されています。はい。じゃあこの感染症対策部ってどこに作られて、どのような部署から出来上がるのかって言ったらえ、厚生労働省で今現在そのコロナ対策に当たっているところが、まあ、あの、これをなんか形作るみたいな感じのようですね。はい。 なので結局独立している期間、新たに作るわけではなくて、えー、まあ結局厚労省の配下につくというようなことなんですね。で、有事の際には、ここが連携してなんかどうのこうのするということなんですけれども、はい。まあ、こうなってくると結局トップにね首相がいるっていうところなので、まあ、首相がもしポンコツだったら人災が発生すること確率が高まるなっていうふうにしか思わないですね。はい。っていうか今してるんじゃないかって思っちゃうんですけどね。はい。 でえ、こういうふうな新たな枠組みを作るのはもうお好きにしてくださいっていう話なんですけれども、彼ら一つ足りてないことがあるんですよね。それが見直し。今までこの約2年以上にわたってやり続けていたことが本当に正しかったのかどうか。 っていうことに関しては、僕は徹底的に見直しをしなければならないと思うんですよね。何十兆円もの金を流して流して流しまくって使いまくって、で、それでもし間違ったことをやってました。で、これがもしその最初の始まりの数ヶ月間だけだったら、まあ先も見えないですし何が何だか分かってない状態なので、ミスをしても仕方ないのかもしれませんが、2年以上にわたってもし仮に、 ミスを繰り返し続けていたというのであれば、僕はこのやり方っていうのはどうなのかなって思うわけなんですね。はい。まあ、あの、詳しいことは、まあ、ここで言うとなんか怒られちゃうせいのにやめますが、例えば国立感染症研究所だってね、ね、こいつらのせいでね、結局そのマスクに関することとかいろいろあって子供たちが今とんでもない被害を受けてるわけなんですよね。あの、アクリル板の存在だって何ですかねあれ、も日本海って思ってたんですからもう、<laughs> あの、ラーメンを一人で食べに行ってね、あの、個人の席、めちゃくちゃ狭いですね、あれね。はい。とかね、カフェ行ってもなんか、うん、邪��いの目の前にあるしっていう。はい。すみません。 文句しか出てこないので、これ以上に止めておきたいと思いますけれども。はい。でももう一個言いたい。あのー、ね、データに関することをもうちょっと怒った方がいいんじゃないかっていうふうに僕は思います。はい。まあ、以上にしてですね。はい。えー、すいません。ちょっと、ね、文句が止まらなくなっちゃうので、ここにまでにしておきたいと思いますが、とりあえず、新たに、その何でもかんでも作ろう、作ろう、作ろうってし続けるのは、えーまあどう、どうでもいいんですけれども、そうじゃなくて、その今までやってきたこと。 に間違いがなかったかどうかっていうのはもう一度真剣に見直しをした方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。でえ、こんなような組織が作られるわけなんですけれども、じゃあその先に待ってるもの何なのかっていう話なんですよね。はい。大前提として言っておきたいのが、今から紹介する内容が即日本で発生することは絶対にありえないと思います。 今回の新 CDC の創設とかだって、来年度の予算に組み込むっていう話だった気がするので、えっと、そもそも発起こるのも来年以降の話のようなんですね。なので、まだ即発生するとは思わないです。けれども、数年、数十年後の 現実的な未来として、肝に銘じておかないといけないことなんじゃないのかなっていうふうに思います。特に今回って、その、まさかっていうことの連続だったじゃないですか。例えば、外でマスクしてないだけで、警棒でそのおじいちゃんが袋叩きに会うような国があったわけなんですよね。そんなことって皆さん想像してましたか って言ったらしてない人が多いはずなんですよね。なんで本当に何が起きてもおかしくないっていうのが今の現状っていうことも押さえた上で聞いていただきたいと思うんですが何かって言ったら中国です。はい。中国で今実際にコロナ対策っていうのが例えば抗議活動の取り締まりに利用されているんですよね。 公衆衛生対策のはずが、それが治安維持活動に利用されているわけなんですよね。これイコールにしてはいけないもののはずなんですけれども、まあそんな世の中になってると。でもこれはいや中国だからでしょっていうふうに思うかもしれませんが、でも中国でやり始めたロックダウンっていうのが今世界で使われてるわけなんですよね。 で、それの効果が本当になかったどころか悪影響出てたんじゃないかっていうようなものが今、どんどん出てきているのに、例えば日本政府の中でも自民党の中でも、ロックダウンをできるようにしようっていうふうに未だに言っている人たちいるわけなんですよね。 そのことを考えると、今中国で起きてるから関係ないでしょ。あんな極端なことにならないよっていうのは僕は甘い考えだと思うんじゃない、甘い考えなんじゃないのかなっていうふうに思いますから、本当に目の前にあるかもしれないってことを考えておくべきだと思います。はい。あの、実際僕今、カナダに住んでるじゃないですか。なんで、あの、こういうことが目の前で起きたわけなんですよね。あの、フリーダムコンボの時にね。なんで、 あの、その中国で起きているようなことが自分の国でも起きたっていうことで、えー、それはイコール日本でも起きかねないかなっていうふうに思ってるので、余計今危機感を感じているところでございます。はい。でですね、話をちょっと戻しまして、えっと、中国でこれ何があったかって言ったら、ロイターが報じていたんですが、 抗議活動に参加する予定だった人々のヘルスコードっていうのが、レッド。まあ、陽性って言った方がいいのかな。これに突如なって、抗議活動に参加することができなくなったということなんですね。はい。えっ、ー、と、公共交通機関利用するためにはグリーンの状態じゃないとダメだということでして、まあ、ヘルスコードっていうのは言うならワクチンパスみたいなものですよね。はい。で、これがレッドになると強制隔離になるということなんですね。 ま、なので、えー、その、抗議活動に参加する予定だった人たちが、のきなみ突如、意味もなくレッドにされて、で、隔離措置になって、移動できないっていう事態になっているということなんですね。はい。そもそも何があったかって言ったら、これ4月の記事な、5月の18日の記事で、えっ、ー、と、もともとは4月ぐらいに、えっ、ー、と、出ていた話なんですけれども、4月18日、えー、カナダじゃなかった中国の河南省に拠点を持つ3つの地方銀行が、 内部システムのアップデートっていうのを理由に、178億円相当の預金を引き出し不可能の状態にしたということなんですね。で、これ今現在も続いているそうです。で、えっと、もともとこの3つの地方銀行ってかなり金利が高いところだったようなんですね。まあなんで、えっと、なんでこんなことになっるのかお察しだと思うんですけれども、はいまあ今とりあえず、あの、預金引き出し不可能な状態だと。 で、これがその個人の預金だけじゃなくて、企業の預金も含まれているということなんですね。これってイコールその従業員への給与の支払いにも影響しますし、事業運営にも支障が出てくるわけなんですよね。で、それがこの2ヶ月経っても未だに続いているわけなんですよ。それは皆さん起こりますわなっていう話なんですよね。で、4月の18日に発生して、4月の終わりぐらいに1回でかい抗議活動があったらしいんですね。 ただその時は警察が出動して警察に追い返されたらしいんですが、今週の月曜日13日にまたもう一発大規模なものが行われる予定だったそうです。中国全土から預金者たちが集まって抗議活動をする予定だったんですけれども、直前になってヘルスコードがみんな一斉にレッドになって行くことできなくなったということなんですね。 ま、これはもうどう考えても、その中国ってね、あのオンラインで、その週またぐ移動の時で登録しないといけないっていうことなので、まあ、それでバレて、で、もともと警察が出動していたっていうところからも、まあ、個人情報なんか丸、るね、丸見えの状態ですよね。はい。なので、えー、抗議に来るかなっていうような人たちを抗議の予防のために、まあ、あの一斉にレッドにしたっていうふうにしか見えないわけなんですよね。はい。まあ、こういうような、まあ、中国ならではの管理社会の まあそういうな利点を政府側が使ってるとしか見えないわけなんですけれども、これが今中国だけの話って思ってちゃ多分ダメだと思うんですよね。本当に今の世の中って何が起こるかわからない状態だと思うんですよ。もちろん最初のも言いましたが、日本でこんなことが即起こることは多くありえないと思います。絶対ないと思います。でも憲法があるから。なんで絶対ないと思うんですけれども、とはいえ世界で今回まさかっていうようなことって現実に起き続けたんですよね。 なので、そのことを考えていくと、これが近い将来とは言いませんけれども、数年、数十年先の未来として待ち受けてるかもしれないということを考えて、今の政府の動きっていうのを見ていかないといけないんじゃないのかなというふうに思います。はい。まあ,あ、の、こういう言い方もどうかと思いますが、その中国に住んでる人たちが今犠牲になってるんですよね。その犠牲で世界にこんなことになっちゃうかもよみたいなことを示してくれてるっていうふうに言うこともできると思いますから、まあ、それを無駄にしてはいけないかなというふうに思いますからね。はい。まあ、なので、 これからの政府の動きっていうのを皆さんしっかり注意深く見守っていく必要があるのかなというふうに思います。はい。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後はですね、あの、僕の顔が後ろに隠れてるの分かりますあの、これ、昨日お昼寝してる時ですね。はい、あの、た、じゃない、僕の上でタヌキ君お昼寝をしてた時なんですけれども、あの、僕もね、眠くなったら寝たんですよ。その後寝落ちしたんですが、あの、人間って昼寝してる時とかってあの体がビクンって揺れるのは分かりますはい、あれでね、<laughs> タヌキ君吹き飛ばしちゃいましてですね。はい、あの、昨日ちょっと大変でした。はい、あの、それで、なんビクンってなってタヌキ君がちょっと浮いてタヌキ君びっくりし しますでタヌキ君びっくりするとすぐ詰め出すんですよ。でそれであの思いっきり引っかかれるというですねちょっとあのすごい痛い思いをしておりましたっていうそんな話でございます。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。